こちら快晴です。快晴？快晴？今の前です。皆さんこんにちは、長岡 HR420 番おすけです。岐阜県郡上市の鷲ヶ岳スキー場に来てます。今日はね、関西オンエアミーティングが開催されるということなので、スノボで遊びながらフリラ運用も楽しんでみたいと思います。どうかな、チェックインできるかな。はい、それじゃあ行ってみましょう。どちらかお聞きの曲ございませんか。こちらは長岡ホテルロム A420 長岡 HR420 ポータブル2、岐阜県郡上市鷲ヶ岳山頂移動受信します。どうぞ。大阪707局、こちらは長岡 HR420 ポータブル2です。変調の方が全くレピーターに上がってません、無変調状態になってます。ちょっとレピーターへのアクセスが厳しいようです。大阪707、こちらは長岡 HR420 ポータブル2、岐阜県郡上市鷲ヶ岳山頂です。再度取れますか。どうぞ。はい、今メリット5です。金剛山、了解です。こちらの移動地は岐阜県郡上市鷲ヶ岳。はい、ただいま岐阜県岐阜市、はい、ご予定中ですね。どうぞどうぞ。はい、了解です。岐阜 BS200 岐阜 C モービルですね。こちらは長岡 HR420 ポータブル2、郡上市鷲ヶ岳山頂です。メリット5、で入館してます。どうぞ。了解です。はい、了解です。鷲ヶ岳山頂、はい、了解しました。はい、ちょっと今途切れ途切れですかね、ページは、5で入っております。はい、結構綺麗に聞こえますね。結構びっくりしました。はい、今これ流れな抵抗ですね。はい、今ちょっと半分でなりましたが、はい、非常に強力に飛んできております。今日の調整結構ですかね。こちらは快晴です。快晴？快晴？今の前で長岡 HR420 どうぞ。はい、了解です。岐阜 BS200、 こちらは長岡 HR420 です。あ、快晴ですか。はい、こっち雪降ってますね。今山頂ガスって、小雪がね舞っております。はい、非常に安定して聞こえてますね。意外にね、よく、岐阜方面ね飛んでってるようです。はい、天気そちらの方いいようでね、全然天気の方は違うみたいです。はい、移動お疲れ様です。岐阜 BS200、 こちらは長岡 HR420 ポータブル2、鷲ヶ岳山頂です。どうぞ。はい、お昼ランチタイムです。鷲ヶ岳スキー場は普通のレストランの他にこのラーメン屋ばっかりある食堂があります。なんかまたラーメン食べてる気がしますけど、ぜひ試してみてください。はい、ということで、スノーボードとあとフリーラ運用の方ね、楽しんできました。関西オンミーティングね狙ってたんだけど、ちょっとデジタル回無線でチェックインできないかなと思ったけどね、聞こえなかったというかですね、あとからね、モフスケからメールが来て3チャンネルでやってたらしいですね。ちょっとね、11とか27とかね、その辺かなって勝手に思って探してたので、見つかりませんでした。もともとチャンネルの指定されてないロールコールを遠くから見つけるって結構難しいですね。まあそれはそれでね、指定されたチャンネルじゃなくてね、一生懸命サーチして探すっていうのもまあ面白さかもしれません。はい、ということで、もうなんかね結構雪がね、はい、かなり雪が激しくなってきましたんで、そろそろ撤収したいと思います。
以上、長岡 HR420 ももすけでした。バイバーイ。登録こういう感じ。